永遠のブッダ、不滅の光、今ここに。大川隆法。第二章、真実の人となれ。最大の実りを得る。さて、さらに私は次のことを言っておきたい。お前たちの中で、環境に打ちひしがれ、失敗を積み重ね、苦しい生き方をしてきたものがあるであろう。そしてその苦しみの中で真理を悟り、何とかして良き人生を切り開かんとしているものもあるであろう。しかしそのようなものであっても、過去数多くの失敗を重ねてきたものは、何らかの虚飾でもって自分を飾ろうとする傾向があるものだ。その惨めな過去を嘘という虚飾で飾ってみたり、惨めな過去を取り立てて誇大表示することによって他の人の同情を引いてみたりしがちであるのだ。しかし私はお前たちに言っておこう。過去というものは十分に反省に値するものであり、これからの人生を生きるにあたって十分に参考にすべきものではあるが、過去そのものをあまりにも長く引きずり、それを自分自身のように思い込んではならない。お前たちの人生は日々の出発であるのだ。日々新しい人生を生きているのだ。そのことを忘れて、過去そのものを引きずってはならないのだ。正直に生きている人であっても、過去の傷口に触れると、途端に口を閉ざし、あるいは饒舌となり、己の傷口を隠すように振る舞う人がいる。ただ私は思うのだ。過去の傷口をいたずらに隠すよりも、その傷口そのものを癒してしまうことの方が大事であるのだ。それを人に知られまいとするな。それをまたうまく喧伝し、人に上手に知られようともするな。その傷口そのものを癒してしまうことこそが大事であるのだ。この過去の傷口を癒す方法は、己の人生を十分に愛することなのだ。己の人生を十分に愛し、その中から見事な果実を実らせることであるのだ。これが大事なことなのだ。今、目の前に見渡す限りのリンゴ畑が広がっているとしよう。そのリンゴ畑には、何十年も経った大きな木もあれば、まだ数年しか経っていない若い木もある。若い木はどちらかといえば小さいであろう。古木は大きいであろう。そしてそれぞれの木の大きさに合わせていくつ実をつけることが可能かということが決まっているであろう。けれども大事なことは、いくつリンゴの実をつけるかではない。数多く実をつければよいのかという問いは、さほど重要ではないということなのだ。たとえその木が小さな木であるとしても、一生懸命自らのリンゴの実をたわわに実らせることが大事なのだ。そして単に実らせるだけではいけない。その味を
最高度のものにし、芳醇なものにしてゆくことだ。香りは美しく、味わいは爽やかで、多くの人に愛されるものになってゆくことだ。このような現時点での努力をし続けることで、やがて数十年を経た時に、見事な大木となって、その数も素晴らしく、その質も素晴らしい実をたわわに実らせることができるようになってくるのだ。そのような結果は、まだ若木のうちにも一生懸命に努力したということが報われたということなのだ。お前たちはタヌキになり変わろうとしてはいけない。タヌキがいかに水分を吸い上げるのに良き土地に生えていようとも、いかに畑の中に養分の濃い雨水があろうとも、今自分が根を張っているところは、これは動くことはできないのだ。その場において最大の仕事をするということに全力を費やすことだ。いたずらに他の木を見て、その心を刺激されてはならない。自分として最大の実りを、その環境において得るということこそ、お前たちが真に幸福に至るために必要な方法であるのだ。